学生服を購入するにあたって良いお店の選び方っていうのを教えてください。はい、制服選びはお店選びからと言われています。しっかりと情報を集めてじっくり検討することが大切ですね。まずは各販売店さんのチラシを集めてみてください。地域によっては10社程度集まることもあります。それから2月中に入学される中学校の説明会があります。そこでまず各学校の規定を確認した上で購入してください。お店選びのポイントは？はい、ポイントは4つになります。まず1つ目が今まで購入した方の評判を聞いてみてください。2つ目がアフターサービスの充実度。そして3つ目が3年間着用する制服ですから納得するまで試着してくれる店がいいと思いますね。そして最後4点目はお店の方のスタッフの商品知識や接客態度を確認してみてください。ポイントは4つです。なるほど、そこを見極めて選ぶんですが、はい、最近はショッピングセンターなどでもそういうコーナーがありますよね。そうですね、購入できるショッピングセンターもあります。営業時間も長いですし、都合のいい時間採寸できますね。またお店独自のポイントカードも作ってますんですごく便利です。ただデメリットとしては、制服は、季節商品になりますので特設コーナーということで期間限定なんですよね。ですから先ほどもありましたアフターサービスの充実度では、ちょっと不安を感じるかもしれません。毎日着るものですからアフターサービスは大事ですよね。そうですね、ズボンの丈を伸ばしたりスカートの丈を伸ばしたりということがどうしても成長期のお子さんですから発生します。そういった上でアフターサービスは非常に大切なポイントですよね。最近では早期割引っていうのがあるんですけれども、はい、あちらはどうなんでしょう。そうですね、安く購入できるメリットは当然あります。ただ、いいところばかりでなくてデメリットもあります。例えば、早期予約ということなんで早く採寸して、早く購入することになります。成長期のお子さんですから、サイズがすぐに小さくなってしまう可能性がありますよね。その結果早く買い替えをしなきゃいけないというパターンが できてきますので果たしてお得かなという面はありますよね。ですね、ついついお値段だけに気を取られてしまいますよね。総合的に商品も含めてバランスを見た、お店選び制服選びが大事だと思います。一箇所で全ての製品が買えるんですか？はい、そういったサービスをされているお店もあります。ただこういったお店は学生服の専門店ではありません。やはり学生服専門店の方が、接客態度であるとか商品知識も豊富ですからやはり専門店で購入されることをお勧めします。専門の方に見立てていただいた方が安心というのもありますからね。目先のお得感だけにとらえたらダメですね。そうですね、やはり知識が多いということはそれだけ多くの方を採寸されてますのでその方が安心かと思います。いろいろ聞いてみるとやっぱりお店の評判が一番なんですね。はい、やっぱり口コミが一番だと思いますね。お友達の方やご近所の方、実際に購入された方の情報はとても貴重です。最終的には口コミで見極めていただくことがいい制服選び、いいお店選びにつながると思います。なるほど、今日は本当に勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。